こんにちは、マカロニです。今回も FSX のモッドより、SOE47、うまく導入できましたので、ご紹介します。レガシーインポーターは、ノーマルモードで OK でした。SOE47 は、ロシアのスホーイ設計局が提案した、S32 の概念実証機で、全身翼のカナード尾翼を備える、かなり奇抜な形状のジェット機で、まるで、F1 カーのようなフォルムですねー。黒光りして光沢があり、かなり興味深いデザインの機体ですよ。今回は、エンジンパワーを、1段階プラスして、スタティックスラスト、28000、としました。どんな挙動となるでしょうか。景気よりも、少し稼働しそうですねー。
CF2A にもパラシュートついてましたが、着噴射できない問題関係なくなりますので、ありがたい。アナログがやっぱいいですよ、安心感ある。しかしブレーキしてるけどなかなか止まらない。さて、スホーイ47、いかがだったでしょうか。独特なフォルムとスピード感、優秀なモッドではないでしょうか。気になった方は、説明欄よりダウンロードして、レガシーインポーターで導入してみてください。この動画、参考になりましたら、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。以上、ここまでご視聴、ありがとうございました。やっと止まった。気がつけば、チャンネル登録400人、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが、何よりの励みです。500人目指して動画作っていきますので、チャンネル登録と、ベル通知音を、よろしくお願いいたします。Twitter もやっています。